東京オリンピックに向けたスポーツクライミングのテスト大会が新型コロナウイルスの感染拡大の影響で選手なしの運営スタッフのみで行われました。東京大会のスポーツクライミング会場です。今日のテストでは新型コロナウイルスの影響で選手ではなく運営スタッフが高さ15メートルの壁を登っています。6日から2日間東京江東区の会場で開かれるスポーツクライミングのテスト大会は新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて20人の選手が参加を取りやめ大会組織委員会の職員や運営スタッフだけで行われました。会場ではマスクの着用や手の消毒などが徹底される中スタッフが壁を登り競技運営の流れなどを確認しました。組織委員会の担当者は新型コロナウイルスに対しても観客や選手が安全で安心できるように対処していくと話しています。